なんで今さらトップを走るとかメソもございませんって感じなので、検証のために人柱になるつもり満々なんで、何か試してほしい要望があればぜひコメントしてね。ブルーアーカイブでは失うものがない無敵モードなので、極力いろんな検証するよと言っていたら、早速要望のコメントをいただいたので、ティアを上げるごとにどれぐらい強くなるか調べていたところ、一つ小枝を発見しました。この下げそういうボケはいらないよ。でもう常識な情報ならものすごく恥ずかしいんだけど、キャラの弾薬装填のモーションがあるよね。意外と結構凝ったモーションだよね。装填数はキャラや武器種によって変わるから、タイミングはバラバラなんだけどね。この装填モーション結構好きなんだけど、実戦ではちょっと厄介なんだよね。ああ、攻撃が数秒停止しちゃうもんね。星3クリアするためも120秒以内クリアの時みたいに制限時間を気にしなければいけないところだと、もったいないロスタイムなんだよね。それではその映像をご覧ください。今回は総力戦を見据えてスミレの育成水田試していました。ダメージを計算するために倒しきれないステージで試しています。検証だから戦地特性も安定も着戦対策もお構いなしってことだね。スペシャル枠にセリナを入れているのはコスト獲得スピードを早めるためだね。しかも検証中だから、スミレの与えるダメージに影響のないように攻撃に関係ないセリナを選んでいます。終わったね。スミレにとっては苦手なステージだから倒しきれないのはもちろんだけど、これがどうしたの？それじゃあ今度はこっちを確認してね。もちろんさっきと同条件で何も変えていないから。1、2、3。ああ、なるほど。フェイドにとってはすごく高等な技術を使っていますね。こんなわらオルゴ13でも難しいんじゃないんですか？ 13 だよ、13。それじゃあアイスクリームだよ。てるーか、何が起こったの？さっきと一緒じゃん。それじゃあ今確認した2つを比べてみようか。こうやって並べるとすごいわかりやすいから。私の計算が正しければ、ここのタイミングが重要なはず。ならいや、全然違います。そうなんですか。ここだ。スキル発動がどうしたの？手動で操作しているから、スキル発動のタイミングが若干ずれるのは仕方がないとして、なんでこのタイミングが大事なの？違う違う、わざとずらしたんだよ。左の方、スミレが弾薬装填を開始する直前、弾薬のアイコンが出たのを目印にスキル発動しました。本当だ。右の方が弾薬のアイコンが出る前に発動していたね。それが一体どうしたんだ？わかった？右の方は弾薬装填が入るから当然リロードしているよね。でも左はさっきアイコンが出て本格的にリロードする前にスキルで書き消したけど、どうやらそれで一回弾薬装填が完了扱いになるらしい。つまりスキルを発動して激しく動きながら弾薬を装填するという、もはや神業です。このリロードのモーションがなくなるだけで結構時間が稼げますからね。時間に追われている時は大事ですよ。一応ダメージ表を出すけど、ダメージに関しては正直結構ムラが出ます。スミレは安定値が高くてムラは少ないけど、この2つはそれぞれのパターンで最高火力が出たデータです。ダメージにムラは出ても攻撃回数は一定なので、スキル発動後の攻撃回数を数えてみようか。この違いが最終的なダメージ量に関わります。今回は30秒もない時間の中で試したけど、これを一戦の中で意識するとかなり攻撃回数が変わりそうだ。任務だと敵の出方や戦況によって決定するのは難しそうだけど、総力戦でなら使いやすそうだよね。早速使ってみよう。総力戦はオフシーズンですよ。なんだって。次の総力戦は今日からだ。これは試してみよう。リロードのタイミングは精度ごとに違うから、それぞれ把握する必要はあるんだけど、やっぱり弾薬アイコンが目印で分かりやすいかな。検証しているこのステージで比べると攻撃回数の比較がしやすくて助かったよ。どちらも一瞬で使える EX スキルは一度キーとして、左はリロードの瞬間に発動、右はあえてリロードのモーションをさせるように適当なタイミングで発動させました。
戦での景気を見ると明らかだからね。リロードをキャンセルして攻撃スピードをアップ。これをリロキャンと呼ぼう。いや、そんなキャンプみたいに略してるけど絶対アニメに影響されているだろ。ということで、本来するはずだった検証と違う内容になったけど、まあ総力戦第2弾が始まるタイミングだし、これはこれでよかったかな。武器のティアによるダメージの違いはまた動画にしよう。ただリロードのタイミングを狙いすぎて逆にタイミングを逃すこともあると思うから、そこは注意が必要だね。というわけで EX スキル発動とリロードについてでした。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。